グルーマンガフロンティア第111回目、収録がただいま終了いたしました。今回ご紹介しましたのはこちら、高杉さんちのお弁当。今回こちらを、同時にね、ここに、メモリアルブックも発売されておりますので、高杉さんちのお弁当メモリアルの方も発売されておりますので、ぜひぜひね、手に取っていただきますと、まあ何でしょう、お弁当から始まる恋愛みたいなまあ日常漫画となっているんですが、今回こちらの魅力をね、中の方でたくさん語らせていただきました。ぜひね、独身男性に見ていただきたい本でもありますね。なんでかっていうと、結構料理が関係してくるんで、こちらぜひね、高杉さんちのお弁当、この主人公がアラサーの31歳の男性となっているんで、その男性がどういう風にお弁当を作っていくかっていうところも見どころの一つとなりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？